プロゴルファーの西村優奈選手から、子どもたちに初心者でも気軽に楽しめるスナックゴルフのセットが贈られました。贈呈式は、住友生命保険が未来のプロゴルファーを支援する目的で行っていて、今日は愛知県三浜町の小学生にセットが手渡されました。スナックゴルフはカップではなく旗にボールをくっつける簡易的なゴルフで、 送られたセットは小学校で子どもたちが楽しむということですもらえてうれしかったですアプラチューゴルフを楽しむっていうところが一番大事かなというふうに思うのでそういうゴルフの楽しさみたいなのを自分が試合でプレーしてあお届けできたら嬉しいなと思います西村選手も出場する第53回住友生命バイタリティレディス東海クラシックは 今月16日から始まります。